is an after school on radio where the members of Jen's company struggle and work hard to improve their talking skills. The headmaster of the school is Higashibukuro from Saraba Seishun no Hikari. Of course, the personalities of the program are Jen's company, and you are the one to choose the topic for them to talk about.All right, it's time for tonight's class. Hope you enjoy the program on Radio Kansai. Welcome to Saraba Radio. 時刻は夜10時になりました。ここからはスクエアエニックスプロデュースのアイドルグループジェムズカンパニーのトーク塾、私塾長のさらば青春の光東袋です。さあ、それでは始めましょう。今月の生徒はオーツポーン。オーツポーン、ジェムズカンパニーの群馬が生んだポンコツ姉さんことポーデこと音羽しずくです。そしてはい、どうも、ジェムズカンパニーのハッスル、マッスル、筋肉、ボディビル担当の赤羽幸乃です、はい、筋肉2つ続いてますからねハッスル、マッスル、筋肉、筋肉、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、なんかポンネはなんかすっきりした感じで来てましたけど、はい、いや、そんな感じで来てほしくないですね、ちょっと。え、なんで？やっぱりいやいやいや、やっぱ相当波も読んでたと思いますから先週の件は先週の件は、はい、申し訳ございません思ってへんやろ全然、ほんまに。いやいやいやね、もうポンネらしさってことですからね、それがね、うん、はい、まあ、そう思うよ良さだね、はい、良さですね、はい、さあいつ行きましょうか。はい、はい、ということで、はい、カナリアさんからいただきました。塾長、ジェムカンメンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく拝聴させていただいています、うん、秋といえばスポーツの秋、読書の秋、食欲の秋などがありますが、皆さんにとって秋といえばどんな秋が思い浮かべますでしょうか。う、秋一番好きだけどね。秋、違う、秋は一番好きなんだ、わかる。雪のもね、一番好き。そうなの。春と秋が好きだね、やっぱり。まあ、結局そうなるよな。過ごしやすいじゃない、ね、え、でも春よりも秋派なんだ。うん、秋だね。秋やべ。え、なんで秋なの。もう暑いのが嫌すぎるから、そのちょっとずつ日が短くなって涼しくなっていく、あのほんま今のこの感じ、あ、ちょうど好きですね。ちょうどなるなんだ。はい、ね、秋ってでもさ、ハロウィンもあるし、うん、もうちょっとしたらクリスマスもあるし、お正月もあるし、はい、確かに。しかもその前に夏もあったし、楽しいことが挟まってるのが秋かなって思うから、うん、秋好きですね。なるほどね、たくさん連続で来るもんね、うん、何を回してくれてるんですかありがたいです。いいね、うん、秋といえば、うん、秋といえば何ですか、うん、秋といえばやっぱ食欲の秋じゃない。そこ、うん、やっぱり、うん、やっぱそこだよ。さつまいもだよ、やっぱ芋だね。芋だ、芋の秋、ね、芋だね。でも女性はほんま好きよね、さつまいも。紫芋好き。え、わかる、わかる、美味しいよね。なんでそんな女性は好きなの、ほんまずっと思ってんねんけど。え、そのやっぱ焼き芋って昔からその女性の食べ物のイメージあるんですよ。そうかな、うん、男あんまり好きなやつおらんと思うな。俺もあんま好きじゃないのよ。そう、どうしても、いや食べれるけど、どうしても食べたいって気になったことはないのよ、うん、買うほどでもない。ないないない。要ドンキのあのなあるやんか、あのレジ前に売ってるやんか。あれ買ったことある？あるね。ないの。あれはないけど、ちょっと、うん、一本ね、あんねや、買うね、買うね。もうスーパー行ったら絶対買うね、秋とか。焼き芋コーナー、焼き芋コーナー買うな。うん、なんなんやろな、あれは。それは、うん、でも美味しいよね。スイートポテトも美味しいし、紫芋も美味しいし、干し芋も好き。あー、わかる。芋がいいや。え、でもさ、女子は多分こういう意味もあるんだよ、うん、やっぱ何、食物繊維が多いって。そうだね、その便秘とか。そう、意外とダイエットにもいいみたいなね。あ、そうそうね。今笑ったの、便秘で。便秘で、便秘、そ、うんこ、そんなまだおもろいの。やめてよ、全部言わないでよ。全部言わないでよ。全部言わないでよ。何よ。だからその体にいいからってことですか、美容にも。そうだよ、そうだよ、そうですね。そういう意味では食欲の秋ってことですか。うん、そうだね。どうですか。どうどうどう、なんだろう。でもなんかプラネタリウムとか行くかも、秋に。え、行かない。おしゃれやな、うん、別にあれはでも年中見るやん。なんか星が見たくなりません？あ、夜空をその見上げたくなる。うん、ロマンチックですね。行ってますね。なんなん、そのプラネタリウム見て、その、うん、あ、この季節の星ってこんな感じなんやなみたいなことを感じる。いや、日々のストレスを洗い流すみたいな。おー、癒されるみたいなことですか。なんか泣いたりする、プラネタリウムで。一人で行って
星を見て、これが池田ですって言われてポローって池田さん、あー池田さんも苦労したんやなみたいなことですか。すごい弓いってるなみたいな。うん、でも意外とその星座のエピソードとかも結構こう辛い、なんか踏まれてるカニとか あるの、確かにあるな。そういう神話にもちょっと感情が入ってしまってみたいなことですか。すごいね。そうですね。ちょっとみだもろいね。デトックスしに行くとかね。デトックスしされますね。へえ。確かにな。まあなあ、でも全部もう年中あるよってとこない？もうスポーツもそうやけど、食欲もそうやし、うん、食欲なんかもう年中変わらんやろ、もう。確かに。確かに。変わんないね。変わんないね。なんでだろうね。夏でも衰えへんよな、若いからな、まだ。どう？でもちょっと夏バテするね。わかるわかる。もう食べれないみたいになるよね。あるよねー。何こっち向かれ。何を声を合わせてこっち向かれなかった。はい、処理どうぞみたいな。やめてください、ほんまに。まあ僕は全然その、もう何でももう秋やな、もうな。欲的にはね、全然変わらないわ、もう。え、塾長、読書って何？読書は、読書やらない。やらない。ほぼやらないの。もうそう、そうなんよ。だから年中やらない、一緒やってことでね。なんやその、シリスボビの埋まってきますね、みたいな感じ。もうやめてください。はい、行きましょう、じゃあ今週も。はい。それでは、1時間目、スタート！塾長、あのねはい、このコーナーはジェムズカンパニーメンバーの好きを塾長とリスナーの皆さんに語り倒し、トーク力を鍛えていこうというものでございます。さあ今週は安心のゆきのくんでございます。はい、ゆきのがお届けいたします、はい、よろしくお願いします。こうやんねんぞっていうのを教えてくださいもう。この例をちゃんとね、聞いててください。好きですから、ね、溢れるもんですからね。ゆきのってちょっと可愛いものが好きだったりとかすることがあるんですよ。で、一番最近もう一番来てる、うん、超人気キャラクター、女子は誰でも好き。そう、ちいかわ。有名。有名だね。知らないですか、ちいかわ。ちいかわは知ってますけどね。ちいかわはちょっと知らない。いやいや、わーやないや。何がや、いろいろあるやろ。あ、でもそんなもん、何がや、何を思い浮かべてんねん、お前らは。だからキャラクターでおるかもしれない、ちいかわくんって。何がそんな息ができへんことは笑うことないっすよね。え、あんまり笑わん方がええよな。オンエアせなあかんなるから。何ですか、そんなちいかわで喜んでいただいて。ちいかわはですね、あのキャラクターです。こういうね、クマの。見たことないわ。白いやつ、白いクマ。白いクマです。あ、ちいかわもし知らないんだったら、うん、自分ツッコミクマなら知ってますかね。あ、なんか聞いたことある。あ、知ってますか。なんかスタンプとか。そうそうそう、スタンプで一番有名で、はい、自分ツッコミクマっていう、その自分でこう言ってツッコむみたいな、めちゃめちゃ売れてる、そういうのがあるんですけど、その作者さんと同じ長野さんっていう方が書いてるちいかわ。ちいかわ。めちゃくちゃ。ひらがな。ひらがなですね。これが自分ツッコミクマですね。ああ、見たことある。見たことあるね。見たことあるね。え、一緒やん、それと。いや、一緒じゃない。一緒一緒じゃないよ。え、同じ人が書いてんの？同じ作者さんが書いてるっていう感じですね。大体ちょっとは変えるけどな、いや、全然違う。ドラえもんと殺してみたいな。全然違うな。違うね、ね、え、目がキラキラしてる、ちいかわは。うわわ、だってもう耳も一緒やし、色も一緒やし。おじさんだね。まあ、このちいかわなんで流行ったかっていうと、まあ、ただこのツイッターで主に上げてるんですね、うん、漫画を上げてるんですけど、うん、ただこのかわいいハチワレちゃんという猫とか、うん、うさぎとか、うん、いろんな栗まんじゅうとか出てくるんですけど、うん、ただ日常を繰り広げるだけではなく、なんかこのかわいい子たちがめっちゃかわいそうな目に遭うんですよ、結構、うん、へ、まあ、不条理というか、うん、バイトもしてるし、ちょっと面白なんや、うん、そのギャグ要素があるってこと。いや、ギャグじゃないですね、なんか、うん、キュートアグレッションみたいな、あのキュートアグレッション、かわいいものをなんかいじめたいみたいな、そういう欲があるんですけど、そういうの多分刺激するのか、何なのか、もうめちゃめちゃ爆発的に人気なんですよ。ちょっとかわいそうな目が合ってんのが面白い、楽しい、うん、まあ、面白いっていうか、なんかもう守ってあげたいみたいな、なんかこう庇護欲をくすぐるし、なんかあーみたいな、はー、そういう感覚をちょっとかきたてられるんや。いや、え、本当に知らなかったですか。知らない。えー、
人気だよね。人気だよね。どこにでもいるよ。どこにでもいる。なんかゲームセンターにもいるし、ね、ガチャガチャにもなってるし。チーなんや。伸ばすんじゃないな。あ、チーか。チーか。え、またッカーの話しようか。なんで喜んでそんな。やばいやばい、こいつら。やばい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 アイドルが下ネタに対する対応じゃないよ、それ。喜びすぎてるよ。もっと冷めた感じにしてくれよ。いや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 、そんなわけないわけないね。ないひどいね、このひどいね、このひどいね、このひどいね。前らが膨らましてみたいなことやからな、ほんま。うん。何いろいろそういうマスコットみたいなのもあんねんな。人気すぎて、あの、ご当地のお土産とかにもなってるくらいの、全国的人気ある。もうキティちゃんレベル。これをなんか抑えてないとまずいですね、だから。まずいね。黒さんもだと思って、ちょっと、あの、おすすめして。教えてあげようという感じですね。ちょっと皆さんもね、ゆきくんぐらいの大人でもに対しても結構あれがあんねんな。やっぱ人気ですね。なんか高橋留美子さんとかも見てるみたいな。おお、高橋留美子さんってうるせえやつら、うるせえやつらとかランマとか犬屋さんとか書いてる留美子さんとかも楽しみにしてるって言ってて、めちゃめちゃ人気なんですよ。人気なんや。なんか漫画読んでみてください。あのツイッターに上がってるので。おお、もう簡単に読めるもんな、そんな。もうめちゃめちゃ簡単に読めますね。なんか落とし穴に落ちたりとか、もう完結していくわけですね。1話、1話というか、いつ本当にもう単話、1話、2話とかでもうすぐ終わるみたいな。討伐とか、討伐、怪物とかを倒してお金をもらったりとか、怪物に追いかけられたりとか。なんか可愛いだけじゃないってことやな。うん、可愛いだけじゃないですね、今やっぱ流行るのは。あー、そうなんや。一つちょっとエッセンスがないとってことか。うん、ぜひぜひチェックしてみてください。可愛い、可愛いね、可愛いね、可愛いね。いやいや、よかった。いや、だからちょっとさすがの雪乃くんでしたよね、ここまでアピールして。俺だってそれツイッター見ようと思った。あー、本当ですか。うん、よかった、よかった。可愛いのでチェックしてみてください。ありがとうございます。さあ、続いて2軒目。ジェームスカンパニー東ブクロ from さらば青春の光、さらばラディオ、電話で三者面談。さあ、今週の特別講師は MMM さんです。もしもし。はい、もしもし。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、お二人からご挨拶を。はい、み、MM さん、みじゃない、 MM さん、おつぽんだね。おつぽんです。ジェムズカンパニーの群馬が生んだポンコツネサことポンネコと音羽雫です。そして MMM さん、トリス、トリス、ジェムズカンパニーのイケメン担当、赤羽ゆきのです。よろちょり。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。どうですか、最近のジェムカンを見てて思うこととかあったりしますか。ですね、近々そのライブがあるんで、それをすごくあの楽しみにしてます。ありがとうだね、ありがとうね。じゃあ、これはもう、MM さん来てくれるってことですか。そうですね、はい、行きます。あー、嬉しい。どれぐらい行こうとか思ってあったりしますか。最後の公演は絶対行くと思うんですけど、はいはい、うん、それとあと一つどっか行こうかなっていうふうに考えてます。はい、もありがとうね。はい、はい、なんかクレームとかないですか。別にここにやってるかじゃなくてもいいですよ。いや、クレームは全くないですね。全くないですか。はい、全くない、はい、本音にもないですか。本音、本音はそうですね、またあの以前みたいに、うん、あのハンバーグの料理とかの配信をちょっとお願いしたいっていう要望があります。料理配信、あの、あ、はい、ハンバーグだね。そうですね。美味しい。あ、そうだね。ちょっとね、あのポネのね、料理技術がちょっと広すぎて低いね。低いからね、うん、できなくて。でもそういうのみんなが面白いんですよね。そうですね。多分みんな楽しみにしてると思います。やってほしい。本当にちょっと向上したらやるね。うん、いやいや、向上したらね、やるよ。ほら、そうや、待ってる人いますから、こうやってね。うん、ありがとうね。はい。ありがとうね。嬉しいね。さあ、MMM さん、今日はどういったご用件で。あ、そうですね、ちょっと音楽のその楽しみ方みたいなことをちょっとアドバイスとかもらえればなと思いまして、うん、はいはい、どうですか、はい、ですね、すみません、最近あのなんかやっぱこの状況になって音楽をその聴く時間が増えて、うん、はい、でやっぱりその聴くことはまあ楽しいことは楽しいんですけど、うんうん、あの自分自体があの聴く専門というか楽器弾いたりその音楽を作ったりするっていう経験がなくてですね、そういうことってやっぱ経験者
の方がその音楽の楽しみ方が増えたり、うん、その多角的な見方ができてより音楽が楽しめてるんじゃないかなっていうふうに思って、うんうん、そういう方に比較するとなんか私はその聞くだけってなってしまってるんで、はい、なんか楽しみきれてないんじゃないかなみたいなちょっとコンプレックスがありまして、うん、音楽そうだね確かにわかるわ、はい、確かにねいろいろあるもんね、はい、2人はだって歌ってるし踊ってるし音楽に対しては楽しんでる方じゃないですかそうだね確かにそうだね、うん、楽しんでってるね、うん、だからさらに楽しいものにするためのポイントこれ楽器とかはMMM さんやったことないんすかやったことない、そうですね、それこそその小学生とか中学生とかそれくらいの授業でリコーダーとか、はい、ハーモニカとかそうですね、はい、はい、あれギターとかはやってこなかったですか一回あのベースを買ってみたんですけどベースいいねあのオブジェクトになってしまいました家にそうやなそれベースは何の影響で買い張ったんですかあと好きなそのミュージシャンがいまして、はいはい、その方がそのベーシストだったんで、うん、ちょっとやってみようかなと思って買ってはみたんですけど、どうなんですかね、ユニゾンスクエアガーデンっていうバンドのそのベースの方なんですけど、はい、でそれに憧れてやってみようと思って、そうですね、買ってはみたもののという、はい、なるほど、でもトライはしたんでしょ。あ、やってはみました。1ヶ月くらいやってはみたんですけどね。いいじゃん、いいじゃん。その後ちょっと、うん。やっぱね、楽器ってさ、難しいからさ、はい、音を手っ取り早く楽しむのはさ、はい、いいヘッドホンを買って、はい、なるほど、はい、聞こえなかった音楽がさ、やっぱりいいヘッドホンだとさ、はい、いろんな、本当にめっちゃ聞こえるから、すごい感動するからね、はい、おすすめだよ。なるほど。そっか、その普通にその携帯から聞いてるのとはもう全然違う。全然違うね、本当に違う。もうあれこんな、なんかシンセとかもさ、うんうん、なんかさ、はい、ちゃんとさ、携帯とかだったらさ、高い音とか聞こえてくるじゃん。うんうん、はい、でもヘッドホンしないとさ、はい、低いシンセとかさ、低いベースの音とかさ、うん、もうたくさん三重とかになってるわけじゃん。うん、それがヘッドホンだともうバーンって、もう脳にダイレクトに入ってくるから、めっちゃいいと思う。ちょっとそれぐらいの熱量のやつを、さっきのコーナーでやってくれますかね。塾長あの上のコーナーで。今一番熱量あって食べたよ。あったかな、うん、あそれぐらいやっぱりもう自分では音楽を楽しみ方としてはもうそのいうヘッドホンがないとヘッドホン、まあ、話ならない。めっちゃいいと思うよ。なるほどね、いいヘッドホンだったらね2万円ぐらいでね、うん、売ってるから超おすすめ。ゆきのくんはどうですか。ゆきの音楽の楽しみ方としてはまず部屋を暗くして、はい、ミラーボールを大きいこうぐるぐると回して飲酒をし酒を決めながら爆音で流して踊る。それ一人で。一人で。一人で。一人もしくは友達とみたいな。やってんのそれ。やりますね。そういうやりたいときはやりますね。へー。それなんか決まって聞く音楽はあるのその時に。なんだろう。何で踊んの。あ、アニソンとか。アニソンで踊るの。アニソンね。いろいろ。それ解放するみたいなことなんや。まあ己を。ジャム感聞いたりとか、で踊ったりとかしたりして、いいね。これ MMM さんはジャム感の曲聞いて 歌ったりはしないんですか？まあ、部屋で一人の時の時はなんか空で歌ったりしますね。いいね、はい。みんなの前でとかはなかなかやっぱり、あ、それはそうです。なかなかないかもしれないですね。どうしたんやろうな、さらに楽しむ。でも確かにそのポンネが言う、うん、いい音楽を聴くためにはヘッドホンとかいいものを使うっていうのはいいかもしれないですね。ほんと感動するよ、マジで。知らない世界が広がってると思う。すごい。今はどうしてはるんですか？うん、今はなんかその付属のイヤホンとかそういったものを、そういう高いものはあまり持ってないかもしれないですね。でもやっぱりその低音がよく聞こえてくるヘッドホンとかさ、そういう種類がいろいろヘッドホンでもあって、はい、その低音がたくさん聞こえるよっていうヘッドホン買うと、もう本当に低い音ってなかなか携帯では聞こえてこなかったものが全部ブワーって聞こえてくるんだよ。そんなまだ味わったことないですか？ないですね。そうですね、あんまりそういうのを買ったことないですね。おすすめだよ。これどうでしょう、ポンネこう言ってますよ。ちょっとそうですね、考えてみます。いいね。ゆきのが思ったのか、なんかおすすめのヘッドホンとかなんかあるんですか？ あるじゃん。あるよあるよ。ね、ポンネが今持ってるやつなんだけど、23,900円ぐらいで、なかなかするね。高いかな。ヤマハの HPH の MT8 ってやつだね、うん、これすごい低音がすごいよく聞こえてくるヘッドホン、うん、安価なんだけど、これで安い方なん？
安い方だね。高いのめっちゃ高いもんね。高いね。本当はもっと高い方がたくさん音聞こえてくるけど。そうなんだけど今私はこう使ってる。2万ぐらいかな。ゆきのくんなんかアドバイスなんか仕掛けましたけど思ったんですけど、はい、ジェムズカンパニーの曲でオタゲを打つ。おあ、いいね。どうそれいいね。いいでしょ。ライブでも盛り上がれる、楽しめる。オタゲをオタゲを打つ、はいはいはい、打つっていう意味、はい、それを、はい、打つっていうんですよ、オタゲは。おすごい体の運動にもなるし、はいはいね、曲にも乗れるし、うん、そうだ ね、うん、でライブでもできるかもしれない。踊れるし練習にもなるし、あいいね。いいね。最高だね。どうですかこの案は。私はどちらかというと、うんうん、ライブ中は後方彼氏ずらしてる方なのでお互いを打つのはなかなか難しいかもしれない。後方彼氏ずら、後方に立ってね、こう乗らないでこう手腕を組んで、なんか俺が彼氏みたいな。なるほど、うん、ちょっと関係者ずらしてるみたいなことですか、うん、それそうですね。誰の彼氏でいる気分でおるんですか。結構雪乃くんのその追っかけみたいなファンでいるんで、そういうことが気持ちで見てることが多いかもしれない。あ、雪乃の女みたいな。そうですね、あ、それ雪乃くんはやっぱ嬉しいの。そどっちがいいのそれは。え、何がそのそれでドーンとなんか俺の女がっていう感じなのか、その乗ってくれた方がいいのか。あ、でも乗ってくれたら嬉しいけど、こうドーンって構えてるなら、なんかその身なりで雪乃の女ってところを示してほしい。なんかあほういいね。ほう、何をすればいいそれって。なんだろう、鉢巻きとかハッピとか。あいつそんなまでしてんのに全然乗らへんやって思っちゃうけどな。どうですかそれは、やります。ちょっと今回のそのライブで準備するようにしてすごいね、見つけられるね。目立つそうですよね。あ、いいじゃないですかね、それで、そうですね、はい、ありがとうございます。音楽も楽しめるし、はい、ライブも楽しめるし、はい、はい、ぜひとも家でじゃあちょっとそれ練習してくださいよ。はい、練習してから、はい、はい、用意します。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すいません、失礼します。またね。はい、すいません、ありがとうございました。またお願いします。それではここで一曲聴いていただきましょう。ジェムズカンパニーでときめきドリームライン。ドリームラインまっすぐ未来。ときめきだよね。ときめきだよね。キラキラだよ。はい、さあエンディングでございます。じゃあインフォメーションの方お願いします。はい、さらばラジオは皆さんのメールで成り立っています。電話で三者面談、ふつおた、番組コーナーへのメールはすべて gc@anitama.com gc@anitama.com までお願いします。たくさんのメール、番組へのご参加お待ちしております。電話で三者面談へのエントリーへの際は電話番号をお忘れなく。また番組アーカイブが公開されていますので、詳しくはジェムズカンパニー公式ホームページからチェックしてください。何忘れてんの。なあ、gc@@.com。 ちょっとちょっと自分で今それを想像して笑ってんかった今。違うね。いや笑ってたから途中で何かなことする。
あれは重たい。塾長ピー最大回だよ。今回最大回でピーしかねえよ。アドレスをそれで思ったんかなと思ったらごめんごめん、はい、言ってください。また大事なお知らせあるでしょ。大事なお知らせがあるんだよ、はい、みんなあるよ。そう、うん、ジェムズカンパニーがサードライドをすることになったんでございますよ。11月19日から21日の3日間で5公演でございます。すごいね、チェンジのウェーブ、皆さんぜひぜひ、はい、たくさん来てほしいです。お待ちしてます。お待ちしております。MMM さんが楽しみにしてますからね。はい、さあそしてラジオ関西ではさらば青春の光東袋の学生芸人夜明け前が毎週日曜24時より放送中です。ぜひこちらもよろしくお願いします。はい、さあまあちょっと下品な回になりましたけど誰のせいか、うん、塾長のせいだね。塾長のせいだね。いやいや、あんなに喜んでくれると思ってなかったから、ね、いやいや、違う、違う、やばすぎてドタバタしてたんだよ。そんなこと言うとはね、映像で見てほしい。あれはラジオじゃもったいなかったわ。死にそうなるぐらいヒー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 言いながら、いやいやいや、やばいから、やばいよ。やばいね。いやいや、ありがとうございます。なんかちょっと満足して帰れますわ今日。はい、ははは、さあ、はい、また来週もお願いしますね。はい、お相手は瀬戸代表、今月ははい、ジェムズカンパニーの音羽雫と赤羽ゆきのど塾長、さらば青春の光東袋でした。バイバイ。